なんとも言えんじゃない、なんとも言えようじゃない、ここはマジでさ、くー、ここ踊らんねや。テスト勉強してないと言いつつ自分だけいい点数取るやつ絶対に友達になりません。どうも、チカルグのチカです。よろしくです。お願いします。勉強してるもん。あれなんなんやろな、あれ。ああやって嘘つくやつ。ほんまにしてへん可能性もあるで。あんの？あるある、あるとは思うけど、基本はやっぱしてるよ。ほんまに勉強してなくてそういうこと言うやつはマジでサイコパスだと思ってる。マジで。おかしいもん。だってあれで点数取っていくんやもん。地頭がいいから。そうそうそう。やっぱ地頭って何で決まんねやろな、これ。培われてんやろな。方法を理解して、最初に。うん、その方法通りに当てはめたらいいですよねって、よく理系のやつ言うやん。あ、言いますね、僕も。うん、理系でしょ、うん、僕、完全な文系なんで。そうやね。国語大好き。現代文大好き。だから、公式に当てはめろとか、うん、既存のね、こと言われても、感じ取ろうよ。なっちゃう人なんですわ。漢字とかないんよ、あれに。ないんや。数学はもう答えがあるから、無機質やんな。そうそうそう。だからやっぱ凌介ってやっぱ改めてサイコパスでして、なんでやねんっていう感じで始まったわけでございますけれども、はい、本日はですね、こちらのアーティストのあの子たちがね、またとんでもない曲を出したということで、早速凌介発表お願いします。櫻坂46守り人ということでですね、はい、チカログで最後に櫻坂46をリアクション動画上げさせていただいたのが、おそらくカウントダウン TV のパフォーマンスだったと思うんですけれども、今回はですね、3期生のみんなで披露した守り人ということで、うん、まあどういったテーマになってるのかなと考察していきたいんですけれども、ちょっとまだ歌詞がね、ちょっと深そうなんやな。そうやね、やっぱ刺さるから。守り人っていうことは何かから守ってるのか、それかこう自分たちを守ってるのかとか、あ、まさに守る側の人間の話かな、なんかもしれんな、うん、その動画見る前のなんかこうタイトルだけで言うと、うん、カタカナなのも意味あんのかなとか、あ、確かに、そのちょっと冒頭の挨拶じゃないけど、うん、ちょっと無機質やん、うん、そうやね、そう、守り人って感じでさ、多分いろんな匂わせというか気になるポイントは多々あると思うんですけども、はい、守り人3期生のうちのセンターを張る女の子が小島渚ちゃんです。ということでね、はい、もう僕たちチカログが初めて櫻坂46を上げたリアクションがまさかの静寂の暴力、うん、っていうことで3期生の音楽やったってことですね。そうね、そう、やから岸君もまた3期生の、まあ、守り人取るということで、はい、3期生っていつ入ったの？確かに、その1期生、ね、2期生、3期生で、うん、その3期生だけで披露するときとかあるやん、うんうん、そのなんかシステムみたいなのも俺だってあんま分かってない。全くね。そう、やから3期生だけでやることにすごいバディーズの皆さんが燃えてる人もいるかもしれない。もちろん、なんかそこを俺ら理解まだできてないところやから、うん、3期生だけの守り人がですね、どんな風になってるのかというのをバディーズの皆さんと共に心躍らせながら見ていきたいなと思います。はい、それではいきましょう。よろしく、どうぞ。チカログ、それでは見ていきましょう。オープンザ PC。 振付師は安定の高博さんということで、大先生です、ね、もう高博大先生でございますよ。もう櫻坂46といえば高博先生ですし、高博さんといえば櫻坂46と言われるぐらいお世話になってると思います。センキューヤオでございます。最近チカログで試させていただいているリアクションの方法なんですけれども、一発目はですね、イヤホンを僕たちがつけて一度も止めずに初見で通して見ていきたいと思います。その後イヤホンを外して皆さんに音楽も楽しんでいただきつつ、僕たちが気になったポイントを止めて解説していきたいなと思います。それでは改めて見ていきましょう。櫻坂46で守り人でございます。ポチッとな。結構長いね。結構長いね。うわっ、公園みたい。おー、舞台みたいじゃない、no. うん。おー、もうなんかいきなりアグレッシブなダンスになってますよ。結構壮大な。うん。表情がいいよな。この踊ってる時の振り絞ってる感じ。ね、そこまでしっかりやねんな。もう結構荒々しい。おー、すごい、今回構成もめっちゃ難しいことしてますね。3期生だけなんや。おい、これ歌詞出るんかな。あ、出そう。あ、出そう。一本の木、これセット変わらなさそうやな。もうチキン肌が止まらへんな。あ、なんかちょっとさ、気持ち薄ぐらいよな、うん、なんか日の光が浴びてない感じ。なんか朝方という背景も、あの頃から憧れて一生持って生きること、
わあ、ちょっとチキーハラが止まらないっすね、チキーハラスタンドアップが。勝手にこういう嵐がさ、世間の声で。あの、当てはめてしまうな、俺ら。わかる。お、今の子俺、何のやつで見たっけな。なるほど。顔覚えてる。わお。ああ。この歌詞は3期生やからって感じやな。最近加入して。うん、この子は小林渚ちゃんかな、じゃあ。うわぁ。あー、濃いね。いいバラだよな。とても重い、その責任を今、この3期生っていう、肩書きとか、歴史と、うわぁ。バブリビートって先輩1期生、2期生かな。のことなんかな。守ってくれた人たちみたいな。そう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 、うわー。の中でのこの頃の決意みたいな。今から頑張っていくっていうな。うん、なんか4期生。あー、この強いな。そうそうそう。うわ、誰も脱退しないとかそういう意味合いってことや。強いなー。うわ、やっぱアグレッシブよな、うん。なんかダンスとストレートな歌詞と気持ちがさ。うわ、なんか転んだっていいんだよみたいな声があったね、今。暗い雰囲気やけどさ、うん、この小林さんは結構笑顔で踊ってた感じが。そうやね。なんか、ちょっと、うん、さっきからチキアナが止まんないんですよ。そうやね。あの、アグレッシブさと繊細さをすごい兼ね合わせてるよな。うん、普通に客席で見たい。そうやね。なんだろ、今もそういう風に見ちゃってるよな、うん、舞台見てる気分。こういうステージというかね、うん、でね、さっきとちょっと色合いが変わってきてると思って、うん、なんか日の光が差し込んでる感じが、うん、うわー、なんかさ、もう可愛く見せたいとかないもんな、うん、そういうところがいいよね。全て伝えたい思いを全力出してるね、うん、そうやんな。いや、一番大事な役目とはだからセンターとかじゃなくて3期生としていることに意味があるっていうことなのな、うんうん、あー、いや、ここ好きやわ。いや、いいね、このおかしいね。やっぱ今脱退とか少し多くなってきた時代やん、まあ、こう、うん、すごいバディーズもさ安心して応援できるっていう風に捉えられるよな、うんうん、めっちゃ、ね、なんとも言えんじゃない、なんとも言えようじゃな、なんか不安げもあるけど希望もあるみたいな、うん、桜の木の守りと、うわ、やばいなメンバーにね。めっちゃええやん。メンバーにな。泣きそうやわ、なんか。うわぁ。いや、これバディーズ泣いてるやろ、泣いてると思う。くぅ、ここ踊らんねや。まっすぐ歌うや。最高。高色さーんってなるよな。これほんまに泣いてると思う、俺。うん、その、もう感情が溢れて。乗りまくってるね。うん、いやー、いいなぁ、うん、誓おうと、みんなで全員で私たちの番やと、これを3期生だけで歌うっていうのがやっぱり、うん、熱いドラマよな。そやね、うん、めっちゃグってくるな。3期生の思いが詰まりまくってね。いいね、曇りもないっていいよね。迷いがないってことやもんね、うん、今から見つけていく道やからね。そうやね、ま、何ができるかっていうのはな、うん、いや、めっちゃ前向き。その考え続けてくれることだけでも先輩はさ頼もしいよな、うん、
めっちゃいいやん。めっちゃいい顔すんな。一回の動画でチキン派のスタンダップを更新してくるよ、めちゃくちゃ。ずっとチキン派で。俺多分5回ぐらいやってるで。全然やってる。合計10ぐらいだからな、チキン派のアカウンターが。めっちゃこれさ、一回で満足やね。めっちゃ満足しちゃうよな。余韻がすごいよな。せやね。一度外しまして、気になったポイントを皆さんと共に感じ取っていきたいなと思います。今回はもう解説というか、共感よね。せやね。バディーズの皆さんと共感する回になると思いますね、本当に。2回目の桜坂46守り人をリアクションしていきたいなと思います。ポチッとな。この荒い感じよな、最初なんかこうどうしたらいいのかまだ分かってない状態みたいな。結構壮大に来ててな。でもまだちゃんとこう積み上げていく話だもんな。そうやな。ちょっとこういうさ、桜坂46の3期生になるまでの過程を表してると思う。あ、そうやね。だから今掴み取ろうとした人をさ、後ろの他のメンバーが引きずったね。どけたやん、落ちる人もおるやん。もちろん。やっぱりこういう厳しい世界もここで表してるんじゃないかなって思いますね、デビューまでね。そう、この掴み取ろうとした人をどけるっていうな。結構荒々しくなるね。そういう世界やもん。綺麗事じゃないだけ、もう綺麗事だけじゃないやん、もう今の構成何？なんなん？何した今？足掴んだで。何をここよ。何をさせたん、高井さん、これは。すごい繋がり方してるな。これでもなんか木の枝を表現したのかな。その桜の木とか言うからさ、繋がってるやん全部。うんうん、そびえ立つって感じ、こんなんの。そのこの木自体がだから桜坂の桜の木をイメージしてるのかな。そうやね。の、ここなんか一人一人表現してる感じ。そうやね。個々の苦悩というか。ああ確かにな。思いを詰まってる感じね。目指してる最中な。そうやね。みんな思いが違うからさ。ここやね。だから激しい嵐に打たれても大地には張って、まあそのさっきやったらさ、世間の声とかやけど、上手って見たら落ちた過去とか、なんか目指してる最中の挫折みたいなとか、いろんな才能と出会うわけやから、そうやね、マジかみたいなっていうのもあるよな、ちょっと大地に根を張ってやっぱり心が折れへんことやね。こうしっかりとした夢という根をな、そうそうそう、自分を持ってね、ここらへんよね。1期生2期生やろ。この名もなき者っていうのはやっぱ自分たちのことよね。3期生やからね、合格したこっからの話ね。そう、そっからの話よ。このなんか渚ちゃんの言葉にならへんものを体で表現してるよな。そうやね。それがダンスはできて、そこに俺らも魅了されて今ダンサーとしてやってる部分あるやん。あるある。そういうのはやっぱ一アイドルがやっぱりやることに意味があるし、桜坂しか見せれへんアプローチだと思うな。俺はめっちゃこの人ほんま女優になれると思う。なれると思う。その演技派やん、めっちゃ。ほんま桜坂って入り込んだらめっちゃ強いよな。強い。うわー、なんか今のちょっとダンスの点においてもさ、揃ってるとこがまだないねんな。結構荒ぶってるもんね。そう、なんかそのココって感じ。そう、構成もさ、ほら、なんかバラバラやったりするやん。あえてなのかな。まだ一つになってない状態の時を表してるかもしれない。いや、今の花きれ。これやばい。この振り付けとしてはやっぱり仲間になった感じだね。そうそう。さあ、私たちが3期生だから、この桜坂46っていう場所で、もうみんなで誓おうって、みんなで決意した感じだね。そうさ、目線がブレてない。見合ってな、誓おうって言ってる目線がブレへん。信頼し合ってる証よな。4期生が来るまでな。すでに4期生のことを考えてる時点でチキン派が止まんないですよ。これまでの歴史を作り上げた先人がいるから、そこも大事にしつつ、自分たちは次に向けてつないでいきたいな。自分らがちゃんと根を張ってしっかり見せていかないと、継いでくれる人も出てこうへん。そうやね。いや、この言葉バディーズに強いな。すごいと思う。
ここよ、ほんでな、うん。誰一人ここを動かないって。もう一番聞きたいやろ。そうやな。脱退とかさ、悲しいやん、やっぱり。3期生すごいな。思いが強いな。なんかやっぱ俺ら3期生から入ってるからさ。いや、ここよ。この振り返る前までこんな苦しい感じやん。はい。振り返った瞬間めっちゃ笑顔やん。笑顔やな。この後。ここ、ここ、ここ。で俺ね、ここ転んじゃった後笑顔やね、うんうん、俺ここはいろんな挑戦を今後桜坂46の3期生として思ってて、その上でこう挑戦にはやっぱ失敗もつきものやから、うんうん、でみんなでさ転んでもさそれを糧にして頑張っていこうねっていう前向きな失敗、うん、せやな、それさえも楽しんで、ね、そうそうそうっていうのがすごい俺はこの、うんうん、構成には見えるなって。確かにみんな挑戦してるもんね、うん、そう、別にここでへこんでる感じじゃないやん、なんか表情がさ、うんうん、楽しんでもね、そう。いや俺高井戸さんがなんかトータルでプロデュースする舞台見に行きたいから見たい、うん、ほんまに見たい。この辺から光が差してくるところが、ね、何かまた匂わせてんちゃうかなと思ってて、描写的にさ雨降ってる室内みたいな感じやったやん。ああ、そうやね、最初らへんね。そうそうそう、ちょっと暗い感じやもんね。うん、ちょっと前こうこの光差してくる感じも何か匂わせる、うんうんうん、自分たちのことかな、これなんかな、悩んでる中か次の才能か、うんうん、うん、苦悩の部分だよね。そうやね。うん。だ落ちる人、受かる人とかね、うんうん。そのグループなければあるやん。センターになる人。そうや、ん、ね。センターじゃない人みたいなな。いやこの後よね。そうやね。俺めっちゃ好きやねこの後の歌詞。やばいな、うん、初めに静寂の暴力を見た時ぐらいグッてなってるってことは俺ら結構3期生の表現するものが感性的に好きやん。あ、まあそれはあるね。この一番大事な役目ってセンターじゃない、もうこの3期生としていることに一番大事な役目があるんだよ、ここにいることやからね。なあ、だからどこにいようが胸張って活動していくぜっていう、うん、生まれてきた意味や理由も。意志固いよな。固い。3期生としての意志な。うん。なんかさ、そんなめっちゃ激しいさ、曲調ではないやん。そうやね。だけど、こんなにアグレッシブでさ、動けるのすごい。心な、表情よな。これさ、後ろ振り返ったら仲間がいる的なさ。ああ、そういうこともあるかもしれないな、うんうん。先見て、やっぱ怖い部分もあるけど、私たちには私たちがいるっていう自分なのな。うん、頼もしい、思いみたいな表情が溢れてるよな。安心した感じ、いや、ここやばい。なあ、ここやばいな。ラストに向けてもな、うん、一人に選ばれて、ここに3期生に選ばれてな、うん、振ると思ったらまっ、いや、ここはマジでさ映画のワンシーンで最後やん、だからうわーって行くと見せかけてのブレ、ただ立つっていうブレ、プロデュースした高弘さん、ゴッドオブゴッドやね。いやマジでこの見てる側の心境を分かってるな。な、ほんまにくるくるくるってきてドンって構えられるもんな。期待をやっぱいい風に裏切って、でもその後にさすって、あ、そういうことかってバディーズの人が落とし込めるような流れになってる。せやね、なんでこここうしたってならへんやん。うん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 、構成作りうますぎな。うん、うん、それはなんか下積みのこともあるかもしれない。まあそれはね、 なんかみんながいたから頑張りたいね。そうそうそう、いやこの後でアグレッシブに踊るのいいね。そうやな、揃いに来てないもんな、うん、なんか
気持ちだけ揃ってればいいって、まあそれはね、守り人の場合はあるかもしれんな、うん、あなたたちもまだまだ若いですよ。せやで、はい、これなんか意味あるのかな、こうな、うん、これなんだろうな、桜坂のなんかロゴのなんかもしかしたら もしかしたらな、なんかさ、アイドルとして推してる人はもちろんいると思うけど、うん、俺的にその可愛いとか綺麗っていうよりかはもう美しいよな、せやね、その一人の女性として美やね、もう美よな、シャンプーやったら椿やねほんまにイメージ、もうもう出し切ってるかえぐいな。でここめっちゃいいね、この俺センターのさ右隣の方の笑顔すごいいいよな、うん、いや全員いいんすけどね、はい、守り人、歌詞、メンバーの熱量、そして高弘さんのゴッドオブゴッドのコレオグラフィー、総じてサイ&コーデして、いやサイ&コーデですね、これは一回取りましょう。チカログ、もっと俺は最初ね見る前は結構ダークな感じかなと思ってたのよ、うんうんうん、全然違ったね、心が洗われた、心が洗われる、何やろこの浄化される、わかる、すごい浄化されるよな、なんか純粋な気持ちって大事やな、うん、なんかまだまだ桜坂46の曲全部聴いてるわけじゃないから、うん、全部わかんないんですけど、うん、僕たちチカログとして見てきた中では一番こうあったかい曲やったな、あせやね、お風呂の温度で例えると40度、ちょうどずっと入ってられる、ちょうどいいようなね、そう、うん、熱すぎずぬるすぎずのすごいなんか人に優しくなれそう、あ、わかる、これを見た後って何やろうなこれ、何やろ、ただなんかさ陽介がごめん5時間遅刻しますって言われてもいいよ5時間ぐらいやろなんかその時間俺もやれることあるから、ね、やるからやるよとかさ、なんかすごい優しくなるよな、何やろこんな人を優しくする歌ってあんねんな、そうやな、でもなある意味そういう決意とか固い、うん、僕たちやったら目標を掲げて突き進んでいく上でさ、お互いで決意することってあるやん、気持ちよこう決める、それって熱ければ熱いほどいいもんでもないなっていう風にこの MV を見て思わせられて、うん、揺らがんかったら優しくあってもいいんやなっていうか、漫画の主人公のような行くぞーみたいな感じじゃなくても、うん、揺らがへんっていうどっしりさみたいなのに、俺はあ違う夢への立ち向かい方もあるんやなっていう風に教えられた気がするな、これはチーム全体でしっかりこれだけはっていうものを全員が持ってるから、うん、そうやね、ブレへんっていう自信とともに全員が進んでいけるから、別に夢が大きくなくても絶対に上がっていけるっていう自信が絶対あるんやろ、そうやな、多分な、それを見せてくれてるから、うん、もっと大きい夢言ってよとかも思わへんやと思う、あーそういうことね、もうこっちも見てても安心感があるから、そうやな、まずやっぱ自分たちの土台をしっかり大地という根に張って、そうしっかりまっすぐ突き進んでいきます3期生たちは、うん、っていうことをもうまさしく証明してくれた、そうやね、曲やったよね、なんかすごい今後チカルグを末永く活動していく上ですごく大事なことを感じさせてくれた MV でして、感謝でして、ということで私たちチカルグ、チャンネル登録者数10万人を目指して日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しかったなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。そして僕たちの個人 SNS の概要にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。お願いします。という感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。いやー、あったかいよー、これはすごい真冬の朝に起きて朝ごはんのコーンポタージュを飲むぐらいあったかい気持ちだな。こうしてるしかな。そうそうそう、やっぱりな、グループって難しいですよ。もちろん多ければ多いほど、俺らもやっぱ過去に15人以上の大所帯チームをやっぱりやってきたわけですから、 その上でやっぱ気持ちを揃えるとか一番難しいかもしれない。むずいよ、ダンス揃えるって一番簡単やん、動きはな。そう、ただやっぱりその部分でダンスがそんな揃ってなくても気持ちが揃ってるだけでこう人にちゃんと伝わるんや。うんうん、しかもバディーズって言うのはおこがましいぐらいの俺らですらこんな感じ取ってるってことは、ね、バディーズの人が感じすぎて吹っ倒れてんじゃんかな。いやマジ号泣よ、ほんと、なんか溶けてると思う。水分なくなってるよ。なんかほんまにすごいと思う俺は、こういう世界観を届けられる桜坂は。歌って
人を救うねんなと思った。そうやね。あとはやっぱり絆、うん、みたいな臭い言葉になりますけれども、そういうのって大人になればなるほどちょっと忘れそうになるやん、うんうん、やっぱ俺はこういう動画を通して忘れてあかんことは持ちつつ、かっちょいい大人になっていきたいですね。俺は心を踊る毎日は忘れずに、ね、そうやね、俺らのモットーでもあるね、はい、それは絶対忘れんようにしましょう。でもやっぱ3期生がこんなにえげつなかったら次の4期生のプレッシャー半端ないやろな。期待大でして。